카메라 롤링 액션. Thank you.
トン。エレベーターの中。エレベーターの中。今日でしょ、日本にしよう。ちょっとゆっくり見せてください。今日の先は行けます。日本にしよう。ジャパニーズワイン。今日ってオリジナルの日本酒になるので、まあ、ここでしか見ていただけないものになります。プラスどうでもプラス1になるので、甘口が好きって言われる方も、甘口が好きって言われる方でも美味しいっていただけるもの。皆さんでこう飲まれるのであれば結構、まあ、お味に合いやすいものかなと思います。あ、こうやってできるんだって思い出に、ほら、バッテルでほら、こうやって作れる、ほら、これこれこれ思い出。そうですね、こちらですと日本酒焼酎の量り売りになってるので、それを詰める瓶がこの辺にはなりますね。もうすごいね。そうですね、こちらの銀の樽のものが日本酒で、陶器の方が焼酎にはなってます。すごい。これかわいい。かわいい。これめちゃめちゃ面白くって、皆さん日本酒じゃないみたいって言ってくれはるぐらい、すごいフルーティーで酸味が効いたお味になってます。美味しいんだ。飲んでみる。もしよかったら3カップ100円で試飲もしていただけるので、この後のご予定が大丈夫であればぜひ試してみてください。飲みますか、お兄様。ちょっと一口やってみる。はいはい、3種類選んでいただいて100円になるんですけど、ちょっとじゃあ俺やる。お一人分でよかったですか。全然シェアしてもらっても大丈夫なので。全然飲ませてる。うんうん。30円分ぐらいだ。どういうのがお好きですか。結構お酒強い方に人気なんで言うと、逆にこれがプラス16ですね。最初ガツンときた後にだん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 味の変化がある、ちょっと面白いお酒になってますね。じゃあナンバーワンとナンバースリーでよかったですかね。そうですね、はい、ナンバーワン。こっちもいけるのかな。していただきますよ。ちょっと見ますね、最近。はい、飲むの酔っ払っちゃダメ。シェアしながら飲まれて大丈夫なので、まあ、ちょっともらうか。はい、あのキュッキュッなキュッと焼酎も選んでいただきますよ。これもすごい。こちらですね、香り嗅いでもらったらめちゃめちゃ日本酒なんですけど、飲んでもらったら皆さんびっくりされるものですね。どうぞ。リピーターさんが多いお酒で、京都来たら絶対買おうって決めてるんですって言われる方がいらっしゃるくらい、結構あの人気のものになりますね。どうですか、マサラ。日本酒っぽくないですよね。めちゃめちゃ人によっちゃジュースみたいとか白ワインみたいって言われる方もいらっしゃるくらい、フルーティーなお味かなと思います。じゃあママ飲めろってこと。酔っ払ったら困るやで。これね、あのアルコール度数 8% しかないので。あ、本当に、はい、初心者の方でも楽しんでいただけるかなと思います。あ、匂いがね、匂いが日本酒なんですけど、飲んでみたら本当だ、面白いですよね、うん、白ワインみたいな感じする。次が当店オリジナルのナンバーワンですね。どうぞ。おー、ナンバーワン。こちら香りもすごくいいですし、癖なくすっきり飲んでいただけるお味かなと思います。美味しいね。こっちが同じナンバーワンです。ビールは結構お土産で、辛口甘口どっちかわからんって言われる方もこれ。今日お飲むのはなし。はい、じゃあご飯。あ、間違えた。ご飯お持ちします。あ、ご飯お願いします、はい、ご飯。ライス。ライスプリーズ。ライス。からライス。ライスでしょ、ライス。今日も汁がある。あー、すごい。すごいすごいすごい。Good night. Good night, Kyoto. Kyoto. Breakfast menu.
まあ、3日目に復活してすごいいっぱいね、量がいっぱいね、ほら、デザート、Good morning, Kyoto. Good morning, Kyoto. Good morning. 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 Good morning.